こんにちは、ベンジです。ブラッドボーンの続きをやっていきます。今回は、墓地ね。墓地のセーブポイントがまだ1個しかないんだよな。さて、行きますか。ショートカット作ったんで、そこまでまず行きます。ここだったかな？多分ここだな。あ、ここだわ。神田隆いる。獣の声。あれ？神田隆。撃ってこい。えい！よいしょ。ガードされたか、今。もう一人の神田隆。うわっ、やべ、ガードしてる。まだ、よし、あっちにいるな。いっぱいいる。いや、ああ、いっぱいくれるけど、これ取ってない。骨髄の入る生物でいいんだっけ。良さそうだね。よし、火炎瓶くれよ。いいね。あ、これでここが取れるようになるんだ。じゃあババアすげえくっついてる。落ちたら死ぬよね。お、泉、枯れる文字。泉は物理ダメージカット乗算プラス 3%、 掛け算で 3%。 これ降りれるよね。え、降りていいのかな。怪しい、怪しいぞ。ここしか行けなかったらここ行くけど。この上は上から来たはずだから、そこから来たよね。じゃあこっち端をスリスリしていこう。行くとこあるね。獣の声。お、神田隆じゃん。神田隆の声なのか、あれ。うわぁ、いい血長。ガード硬いのが厄介だね。うわぁ、上から何来てるよ。あ、よいしょ。あ、ダメだ。みんなまとめて死ね。もう一人いるよな。あれ？死んでる。上が正規ルートだな。こっちはなんだ？宝箱。いいもん入っててくれ。ああ、大したことない。
ろそろボスが近いと思うんだけど、1万5000持ってんのか。ショートカットもうできない？行くか。火炎瓶持って。いや、まだボスじゃないな。お、ラッキービースト。落ちちゃった。あ、いいよ。いいよ。ここは、松明。蓋が踊ってる。今、こっから入った？違うよね。落ちたよね。いや、落ちてないわ。下か。いやー、ボスっぽい。広い？いや、でもあっちに入り口。ボスっぽいね。ボスだ。やっぱり魔女だ。思った通り。魔女だと思ったよ。え？なんで？これボスじゃねえのか？どこにいんの？いやー、火炎瓶無駄にした。また召喚された。全然攻撃してこないじゃん。おお。これを倒してればボスの HP 減ってないよな。さすが魔女といったところでしょうか。ここか。あ、これだ。これのボスだ。なるほど。こいつはそんなに強くないような気がするぞ。魔女自体は弱いんだ。ここだ。魔女。ただこれをあんまり増やしたくはない。これはちゃんと倒しながら、赤いのが出てくると本体ね。よく見ろ。おお、もう生まれてた。やろう。あそこだ。魔女の方を攻撃しよう。いや、二人産んでる。大変、スタミナが。いや、すごい頻度で生み出した。血を返せとかやってみると死ぬかな。痛い痛い痛い。ダッシュがすごい。ちょ、さっきまでそんなんじゃなかったじゃん。もう放置してるとどんどん生まれるから、倒していこう。魔女いた。魔女、ほら死ね。あれ消えた？いや、消えてない。ほら、火炎瓶にしね。外した。魔女の方行きたい。あー、ダメだ。うわ、よし。一体一体が強いんだよ。いけいけいけ。やべ、ほら、もういない？いないね。いた。
二人いんの？二人いんのか。今埋めなかったんだな。おこれ偽物か。 HP 減らない。もう赤い印いった。あ、あ、壊れちゃった。こっから頑張れ頑張れ。よし死んでくれ。うわ生まれたか。生まれてるね。死ね。お、ここにいた。これ偽物だ。よし。バーバーどこだ。行った。死ね。よっしゃ。こいつらも片付けないとダメ。ないのか。めっちゃ生まれてるじゃん。あ、二人目表示されてる。あ、まあそこにいいんだけど。全部で何人だろう。二人で。うわ。ちょ、そりゃ。いやー死んだ。あ、しかも回復してるよ。道中が長すぎる。ショートカットねえかな。まず血を返してくる。ババもいる。死んだ。ババの攻撃強いな。さあ行きますか。ほんとここ戻ってくるまでが大変。これまず拾わして。すごいことになるよ血の石が。消えてないんだよな。そういう術を持ってる。二人目だ。あ、そこババいる。泣かない。生まれた？生まれてる。ババアもいる。
チクチクやん。痛い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 。覚醒回復。からの今日で2発だ。どっかいるはず。いった。えい。お、内臓攻撃。背後からやったからか。よし。二人ともいる。一人死んだ。今一人死んでるね。あそこにいるんだよ。今踏んでる。はいはい。よし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 、いけるぞこれ。ちょ、お前なんで気づいてない。いや、ハイペースで産むようになった。当たりん。よし。ああ、バーバー生き返ったか。いた。違う違う。いけ。よし、一匹だ。もう一匹。ここにいる。やった。どうだ。よし。こいつは残るんだ。マジだ。勝ち走った目玉。勝ち走った目玉。うん、なんか普通の生物か。で、奥行けるようになったと。あれ？おお。オッケー。ここなんだろうね。開く？開くわ。ここは何ですか？え？誰ですか？ひもじの工房道具。工房道具だ。ひもじ？枯れる文字を脳裏に焼き、その神秘の力を得ることができる。あー、わかった。枯れる文字って持ってるだけじゃダメなのか。脳裏に焼かないとないんだな。じゃあ戻りましょう。多分まだ解放してないとこっていうのはこれじゃない。そうだね。カレル文字を記憶し、その神秘の力を得ることができます。おー、契約の記憶領域3つまで入れられるということだね。ああ、物理ダメージカット。血の意志多くもらえるは欲しいね。これ、あれ、またあれだね。強化のソケットにはめんのと一緒だ。重化効果はあんまりいらないから、これと、これで。うん。二重のところが白くなってますよね。輸血液。これで、違う違う。一個出す。うん、21個持てるようになった。なるほど。面白いね。自分の強化もあんのか。で、なんか増えたかというと、増えてはいません。こっちは？ん？値上がりもしてないかな？すぐ値上がりするからね。武器変わってない。パイルハンマー。いや、今のルドウィークの聖剣がかなりいいからな。ここ買っとくべきだろうか。そんなになんだよな。レベル上げにしよう。ただいま。
Very well, let me. 3つも上げれる。じゃあ、神秘いくつ必要なんだっけ？ Farewell, good at me. これ、神秘15。いや、15上げんのはちょっと大変だな。Welcome. Very well, let me. あと6必要なんだよ。まあ、1は上げとくか。1上げといて、持久力欲しい。筋力かな。発見力上がるのは結構いいからな。神秘上げとく？上げとくか。いやー、上げたくない。上げたくない。筋力。レベル50までいった。はい。あ、枯れる文字なんか刻まれてたね、今。おう。文字が刻まれてるわ。よし。これでまた行く場所が分かんなくなったね。あと何がある？魔女の館。墓地は多分、もう行くとこないとは思う。でもいろいろとクリアしたから、また、こっから、ヤーナム市街から、いろいろ回ってみて、なんかないかを探しましょうか。ちょっと1万3000も残ってるのはちょっと、落とした時痛いから。なんか買っとこう。服買っとくか。墓暴きシリーズね。毒耐性、いやーそんなだな。やっぱあんまりいらない、これ。パイルハンマー買うか。買っとこう。パイルハンマーって響きだけでかっこいいもんな。なんだこれ？え？あ、早い。あらあら。ああ、ためがあんまり使えないな。でも早い。合体させると？あら？すごいこれ。すごっ。あ、スタミナ全部使う。あれ？あ、戻っちゃうのか。ガジョーンつって戻るんだ。ロマン武器です、これは。ロマン砲だ。かっこいい。ファイルハンマー買ってよかった。ああ、強化とかは、ちょっとやっときます。ファイルハンマーいいわ。はい、ということで、次回までにちょっといろいろ探索しておきます。はい。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。